今回ご紹介するのは女子陸上競技選手の金井まるみさんです。金井さんは神奈川県横浜市出身、1997年2月6日生まれです。身長162センチ、体重52キロ、スリーサイズは非公表です。胸のカップ数は推定 A から B カップと思われます。金井さんはおでこが広く、眉尻が細くなっている平行な眉、涙袋が大きい人への釣り目、ニンニクの形をした低い鼻、大きな耳、丸い輪郭の小顔が特徴です。白い歯が見える笑顔が素敵で親しみやすさがあります。笑った時に上がる口角は赤くなった方を主張させ、とても可愛らしい表情になります。まだ20代ながら色気のある顔立ちをしており、どこか母性を感じさせます。プライベートで化粧をし、髪を下ろした姿は妖艶で美しいでしょうね。スタイルはとても良く、程よい筋肉がついた女性らしい体つきをしています。肌が顔、体ともに白くて綺麗なのが特徴で、太陽に照らされている姿がよく似合いますね。アスリートの中でも少しムチッとしており、魅力的なボディをしています。バストサイズは大きくないものの、二の腕や腰回りが太く、セクシーさがあります。ウエストは引き締まっていますが、逆にそれが周りの箇所とのギャップとなっているため、より魅力的に感じられることでしょう。写真集や雑誌のモデルなどの撮影は今のところありません。太ももが素晴らしく映る陸上のユニフォーム姿でぜひやってほしいですね。今後に期待です。金井さんは2016年11月からインスタグラムをやっており、陸上関連の投稿を多く載せています。ジムでのトレーニング姿、プライベートの私服姿なども見ることができますので、興味のある方はぜひ見てみてください。交際についてですが、誰かと付き合っているとの情報はなく、インスタグラムを見ても異性との恋仲があるようには見えませんでした。楽しく一人を満喫しているような感じがします。ただ所属しているドトールコーヒーの商品紹介を兼ねた投稿を見ると、誰と撮っているかは気になりますね。現在株式会社ドトールコーヒーに所属し、女子 100m ハードルを専門に活躍する金井さんは、中学1年生から陸上を始め、中学3年生の時にはハードルで全日本中学選手権8位になるほどの実力でした。大学は青山学院大学に行き、3年生の時の日本学生対抗選手権では2位になっています。青山学院大学では奥村ゆりさん、佐々木あずささん、金井まるみさんの3人が可愛いとして、当時 SNS で話題になっていましたね。現在は日々の練習をストイックにこなしながら、陸上選手としての活動を頑張っています。女子 100m ハードルで活躍する金井まるみさんをこれからも応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。